ラブサタで不時着。ラブサタ。四百八十七回目。ちょっと今のはあの、打ち合わせなかったね。そう。でも、あ、なんか言う感じかなって思って。ますそうだね。<laughs> ありがとうさせてくれて。見てないけどね、私。そだ。もう、み、もう絶対見た方がいいよ。<laughs> ヒョンビン好きでしょ。ヒョンビンは好きだよ。ヒョンビンめっちゃかっこいいよ。<laughs> ヒョンビンがかっこいいのは知ってるそうでしょ、うん、そう。そ知ってるけど、うん、愛の不時着のヒョン,ンヒョンビンを知らないでしょもうねやっぱ笑って泣けて急止してみたいな <laughs> 大忙しなのな韓国ドラマってすごくないそうね確かに起伏が激しいよねそうなの、うん、もう笑って面白いなと思っていたらも急になんか泣けてきたりとか、うん 大変大忙しなんだよね <laughs> いやーでもね、うん、やっぱ私もヒョンビン好きだけど、うん、あのやっぱコンユの方が好きなのかもしれないなと思った <laughs> そうなの <laughs> うんまあトッケビも面白かったかなまたあのさトッケビのコンユはちょっとこう大人の魅力っていうかさう、ね、ちょっと落ち着いた感じの男性。 だったからうん、うん、より良かったよね。より良かったも死神さんも良かったしね。うん、<laughs> もう大好きじゃん死神さん。大好きだね。コウっていうか死神さんい。いや,いや,いやでもやっぱりいやうんこんうんそうね難しい,難しい選べない。不斉 <laughs> ともかっこよかったもんね。不斉ともかっこよかったです、うん、イケメンゾロです。でも本当ぜひ見てほしいわ。<laughs> いや一回その映画行ったと思ってみてほしい。一、えー、ヶ月だけ。 でもなそうだ2年後だもんな降りてくるの待ってたら降りてくるすいません私と友達の中で降りてくるって言ってるんですけどちょっと全然わかんない降りてくるっていうのがそんなあのほら日本に来るてしかもあの有料のそういうなんて言うんだろう韓国チャンネルとかから BS まで降りてくるっていうことをああ そうそうまず DVD 化されるのが2年ぐらいかかっちゃうんだよねうん、うん、韓国で放映された後う,んうんだから「トッケビも多分ちょっとたってからじゃないあえあそれは向こうの、えー、とテレビ局で流れてたの「トッケビって放送されてたそうそうそうあでもネットフリックスだからネットフリックスはもうそのままなんですよあのだから「イテウォン」と「愛の不時着」に関してはうん、うん、もうそのままタイムリーで流れてた あっちで、長い、あの、あっちで放送もしつつ、多分。そうなんだ。だ同時だったのつつ。同時なのかな、そこまでは分かんない。ネットフリックスでも見れるってこと。でも、あの、今年のドラマだったのは間違いない。えー、だってさ、ネットフリックスって有料じゃん。うん。あ、そっか。うん、おかしくない。テレビで見れちゃったら。 テレビで放送されてたらだってネットフリックスに入らなくたっていいわけじゃんえじゃあネットフリックスだけで撮ったそりゃそうじゃないのそういうことかネットフリックスとそのスタジオドラゴンが契約して作ったドラマでしょあそうそうそうだから多分放送局で流れてるってことはないんじゃないかなと思うんだけどちょっと私も分かりません詳しいことは。<laughs> でも、だよくよく考えてみたら、そうだよ。そうね。そっか、そっか。うん、うん、だから、その権利を。テレビ局が買うんだったら、話は変わってくるかもだけど。ね、うん。で、なんか、形が新しくなっててるような気がする。だから、あれでしょう。全裸監督とかと一緒ってことだよね。全裸監督。もそうだね、あ、あった、あった。全裸監督。そう、あ、でも、ちょっと見てみたいな。そう、そう、そう、そう。ただ、とりあえず。 愛の不時着とイテオンクラスとファユギを見て私はまあ解約しようかどうかっていうのはちょっと悩もうかなとハユギをぜひ見てください。そうね。ハユギはテレビでもやってたよね。はい。またこうやっていや面白いんだ。まあまあでもね今年ですから愛の不時着はそうねいや見ないだろうなでも私。 <laughs> なんでめちゃめちゃ面白いね。<laughs> 本当頑固よねそういうところね。<laughs> じ J.V.T. になってからでいいかなっていう。<laughs> ああ<ー>、なるのかしら。どうなの、ね。いやなるでしょう。だって。なるか。<laughs> それはなりますよ。なるか。 ちょっとかかるだろうけどねラ、えー、ラブブササタタてにもメッセージいまますす朝さん久ししぶりの投稿失礼します、うん、実は本放送に送ろうとパソコンのメール設定と格闘中のメッセージを書いていたんですが途中念のためもう一度挑戦してみたらなんとあっさり解決してしまうではありませんか、うん、おかげで格闘中というメッセージは送れなくなってしまいました、うん、妻がパソコンのメールの送受信ができなくなったというので、うん、この数日再設定を繰り返していたんですがな りませんでした、うん、別のパソコンでやると同じ設定でちゃんと通じるのになんとも不思議それが今日になって解決なんて多分ほんのちょっとしたことが原因なんでしょうね結局格闘中じゃなく書く途中で話が終わってしまいましたということでう <laughs> そうかそうか、はい、解決しちゃったのね送る前にね、うん、なるほどそしてえー、とラジオネームげんさん 朝道お姉さん、改めてこんにちは。先ほどのプレイバックパート2で思い出したことがあります。はい、紅白歌合戦です。うん、先日、今年の紅白の出場者が発表されました。うん、その中には香水がヒットしたエイトさんの名前もありました。うん、それと話題は歌詞の中のドルチェガンパーナの部分を歌えるのかどうかになりました。うん、でも確かプレイバックパート2って紅白で歌えていましたよね。真っ赤なポルシェの歌詞があります。もしかしたら問題解決のために曲内で葛藤があったのかな どうやら香水も歌えるみたいです。やっぱり必要なところはゆずが効くみたいですねで<んー> <laughs> ピンときてないでしょ。<laughs> NHK ってあの言えないんですよ。あの宣伝になっちゃうから。公共放送なのに。香水ね。はいはいドロチェンのガッパーナをね。そあそれはね記事で見た。<laughs> はいはいなんて言うんだろうね。いやもう歌えるみたいです。<laughs> あ歌える。年齢聞けた。<laughs> ちょっと。 かね、途中から頭に入ってこなくなった <laughs> <laughs> びっくりしちゃった今 <laughs> そうだからポルシェも歌えたしって歌えるみたいですよ香水はへえあのさ私本当悪い癖で <laughs> あのー、なんか話をね聞いているんだけれども、うんうん 意識が飛んでる時はたまにあるんですようん。でねあさ、ね、びさその時ね、うん、顔が全然違うから分かってるよ <laughs> <laughs> 相手のあれ、ね、なんか違うこと考えちゃうのうあのねあの目が遠くを言ってるの <laughs> 今もあ多分なんか何も入ってないなって思ったんだけど、ね、そう全然違うこと考えちゃったりして、うん、<laughs> いや本当悪い癖だなって思うんですけど途中から入ってこなくなっちゃう 本当申し訳ないで失礼しましたみ、ね、<や>っちゃんにはバレちゃうんだよな、うん、そういや他の人も分かると思うけどな<当>違うかな <laughs> そしてこちらオランダラジオで聞いてくださってるラジオネーム山田ライトさんラブサタ宛てにいただきましたありがとうございますち子さんあさみさんこんにちはカミスマですね相変わらず普通の言葉でもかみやすいですね気になったのでメールしますカミスマを極めるコーナーで成功したことはあるんですか成功すると何が待ってるのでしょう成功してるかい聞いてないから山田ライトさんじゃあだいぶしてないんだねだいぶしてないんだと思うよ そうだから最近聞き出したリスナーさんはもう聞いいたことないよね、はあ、そうだね <laughs>、うん、そうね, <laughs> ね10月期からは1回もそうかだって3後3級開けてから多分行ったっけ行ったあ1回は行った気がするんだよな 一回行ったか、そうだね、そうかもしれない。あの放送でも言いましたけど、ゴナフライナウが流れます。あ、そうなんですよ。そうなの。あのニューヨークに飛び立つので、本当はね、あのアメリカ。そう、十段、お、横断か、横断。横断だね。はい、横断。そう、アメリカ横断の。えっと、アメリカ行きたいか。そうそう、曲を流したかったんですけど。 そうなかっただけそうちょうどいいのがなかったんです。なんかちょっと違うバージョンだったりとかしちゃうからって言うなってそこなフライナウンていうことでそうなんですよが流れるだけです特に神妻に何かがあるかというと特にありません そうね、うですあのみんながニューヨークに行った気分になるっていうだけです。行<そう> <laughs> けたねっていう。<laughs> よかった、よかったのがな。視聴的にはやっぱりちょっと悔しいっていうところかな。ねうん、があるかもしれない。うん、でもまあニューヨーク行くとカミスマレベルダウンっていうことになるしね。そうそうそう。カミスマドは極めてないから、ね、そういうことになっちゃうね。うすごく不思議なコーナーです。<そう> <laughs> 極めるために頑張ってるのに飛びたいっていうね。はいはい そしてこちらはラジオネームジゃんまろさんありがとうございますいや戦いの嵐でしたねみんな戦ってるんですねそしてインスタライブするときはぜひお知らせくださいねごめんなさいね,ね急にやって <laughs> ラジオ聞いてて思ったんです、うん、あやっぱり私の生涯のライバルは時間だなってうもう1日24時間じゃ短すぎるんですまず寝起きが悪すぎて起きるのに4時間くらいかかる <laughs> 起きるのに4時間かかるの <laughs> それは時間フラッシタイマーを5分おきに6回かけるのがデフォ、うん、<laughs> 5分ごとにアラームを止め続け6回目を止めた後満足感とともに2度寝,寝るなよ、うん、<laughs> それから3時間後ぐらいで起きてなんでやと叫びながら切れ回ります、うん、その分に夜中に起きて仕事をしてるんですけどこういう生活はだめだと思って時々仕事を早めに切り上げて速攻で就寝するんです、うん、でも気づいたら元の目編み今日も12時から営業の挨拶に行かなきゃいけないのにまだ羽毛布団の 高さを楽しんでいます今から起きて速攻で移動ですそういや今日の夢にみっちゃんとサミーが出てきましたー youtube の映像配信を始めるから誰か背景を作ってくださいって言っていました、うん、まさゆって書いてあるからへー、えー、作ってとかて背景ってどういう感じなんだろうわかんないけどなんかあれなんじゃないバーチャルでオリジナルのあれじゃない背景作ってそこに全画面じゃなく 入れる感じなんじゃないわかんないけどそうねなんかそういうのもあってあったら楽しいかもしれないなんか場面転換の時の絵とかね何ても楽しいかもしれないいやでも今一番欲しいのはねジングルそうなのよもうブラサタのジングルが欲しいなそう誰かそういうのできないかな求めてみる文言をブラサタの ブサタデーとブラサタっていうワードが二つ入る感じそうねうんミュージックバードはいらないだってみんなミュージックバードって入れてないじゃんそうだねミュージックバード入ってるミュージックランチミュージックランチだミュージックバードじゃないさってミュージックランチだったミュージックランチですそうだよそうだねうんそしたら ブラサタブランニューでブランニューサタでどちらでもブランニューサタでとブラサタまあ五秒ぐらいうん五五秒じゃ短いか十秒ぐらい十秒ぐらいね十 <laughs> 秒ね昔のなんか FM っぽい感じの、うん、波の数だけ抱きしめてしか出てこないんでしょ。<laughs> <だ> <laughs> そしてラジオネット妻まおかずかさみさんありがとうございます先週のラブサタで花ちゃん替え歌コーナーお尻を出したら一等賞夕焼け小屋しでまた明日大笑いさせていただきました確かにある意味お尻を出したら一等賞かもしれませんしかしかずかさみとしては夕焼け小屋しっていうのがツボでしたああそうです。もう人間っていいな次から聞いたら花ちゃんを思い出して花ちゃんバージョンで歌いますね親戚の おっちゃん感覚で今後も楽しみです、うん、あさみさんまたの報告お待ちしておりますかゆうたといえば海賊あさみの妹の子供甥っ子めいっ子にラブローを聞かせていたとき、うん、カムカムエビバディラブロー、うん、カムカムエビバディラブロー <laughs> と歌っていですその甥っ子めいっ子も今では社会人え時の経つのは早いですねラブロー発表が二千十三年もう七年経つんだって ちょっとじじいになるわけだ以上海賊あさみでしたと7年も経つんだもう7年経ったんだねラブローから社会人になったってすごくないそんなに時が経つの早いな早いね時が経つのって早いなうんダブローダブローねダブっちゃダメなんだけどさそうなんですけどそうねこの 人間っていいのはね、今度発表会で歌うみたい。うん、あ、それで頑張る。<う>大丈夫間違わないよねそ。そう、だからちゃんと今しっかりね <laughs> <は>修正して。<laughs> よかったあ。でもまだ変わってない。<あ> <laughs> お尻を出したら一等賞って歌って,てるから。<laughs> じゃあ本当お尻出したら捕まっちゃうからね。<laughs> <笑><笑>気をつけて。そうね。そう なか,なか、うん、でも一回多分インプットしちゃってるからさなかなか抜け出せないよ、ね、そうだよねその気持ちはわからなくてでも彼女は心が歌わないと歌えないらしいから <laughs> もうね名言出たよ今日も今週も,も「グレンゲ歌って」って言ったらね、うん <laughs> うん、歌えない心が歌ってないから歌えない <laughs> ミュージシャンか 何元なんだよ。お前はっていう？本当につっ。なんで突っ込めばいいんだ？っていうね。一発のことを言って間違ってないから、ね、間違ってないんだけどね。<う>心が歌ってないから歌えない。4歳児が言う言葉じゃないよね。全然だ聞いたことない。歳児その最、ねね、私言ったことないもん。その言葉全然ない。心が歌ってないから歌えないって言えない。い <laughs> だからそれ本当に恥ずかしくない恥ずかしいことをさらっと言える年だねそうだね今はね分かってないから、ね、分かってないから、うん、分かってんのかなどうなんだろう <laughs> 分かってて言ってんだったら本当すごいよねいすごい、うんうん、いやー <laughs> 今のドンってなしであ,、ね、あとねミシンのお話でね、うん、で先週の話の続きになるんですけど私あついに買いまして。 あミシン買いましたあらあらミシン届きましたあのブラザー皆さんにねはいブラザーにいただいたしましたあそしたらですねあのメッセージいただきまして Fm 一三で聞いてくださっているヤギジュルシ製作所のダルリさん入れてたヤギジュルシ製作所のダルリさんねありがとうございますありがとうございますあの先週ミシンの話出てきましたが私は仕事上四台のミシンと格闘中ですが 画像を添付してくださってますうち、えー、で最古のミシンは昭和30年代のナショナル製で、うん、電動でも足踏みでもなく手回しです片手が手回しハンドルで、えー、塞がるし電動に比べて縫い上がるまで時間がかかりますが、うんえー、一目一目確実にライントレースしながら縫うことができるしトラブルも少なく重宝しています古いミシンは重機やシンガーあたりが交換パーツ が揃いやすいですよ。でも全然わかんない <laughs>。重機芯がここがわからないです。もん、私、ね、うんメーカーなのかな？どん,どんなんだろうね。そのだかパーツのうん。あ部品はそのナショナルなのかどうかはちょっとわかんないんですけど。うんうん、でもね。うちのおばあちゃんちもこう画像いただいてるんですけどね。まさにこんな感じで。うん そう黒いやあの本当クラシックな感じ手回しもついてた手で回して縫うこともできるし足でガタガタガタっていうそう踏みながらっていうのもできて確かにこうやって見るとおしゃれだよねおしゃれすごく何だろう昔のデザインってこんなおしゃれなのねなんかこの下とかさマリアージュ・フレイルの紅茶のさ何かのイラストみたいじゃん確かに確かにそうね色合いとかがね 真っ黒でもダルリさんお仕事で4台もねえ<ー><ー>お洋服作ってんのかしらかとかなんか裁縫が必要な,なんかねこ<ー>れなんだろうけどすごいね。ねえ今度ねもしあのよければね何こんなの作ってますなんてメッセージもいただけたら嬉しいな多分私たちより多分器用でいらっしゃるよそそそそりゃううでしょよ。 <laughs> 張り合う気もないし。ね <laughs> そうだね <laughs> そう。不器用だから。<laughs> なんね、自分不器用なんで <laughs>。<laughs> 不器用なんで。ですね。マロンさん。本放送お疲れ様でした。はい、先々週と先週、ラブサタに投稿してみたはいいものの、聞いたのは今週でした。うん、どうも先々週はタイトルに使っていただきありがとうございました。全然知らんかった。シャリシャリ出すぎないように、うん、でも今週はもう間に合わないかもしれない。テヘペロ。<laughs> <laughs> ありがとうございます。ありがとうございます。いやもう星もしっかり噛んでね。そうね。でもシャリシャリで、シャリシャリだ。でもあれはっきり言ってたよね。そう。あで聞き返したんですよ。聞き返したらね、またこうなんか何分ぐらいだろうねポンポンポンってやってピンってつけたとこがそんな私。急にねマイクジットが出てきたんだけど。懐かしいんだけど。急にポンポンポンって出て。

あまり突然エクジットが急にエクジットがあの突発だったのびっくりしちゃったわ今自分で <laughs> <laughs> ね今日も振り返れがやつがいるって言っちゃうし <laughs> いや <ー S 2> それでさっきそれを言おうとしたら振り返れがやつバイルって言って集ま <laughs> <laughs> る,のっる、ね、そうだね <laughs> で噛むというかもうもはやそこはなんかもう言い間違いっていう感じういやいや違うエレバーはあれ噛んでたよ噛んでるのかあるわそっかそっかそっかあれは噛んでんのかあれんでうん だって言おうとしたでしょちゃんと振り返ればって振り返ればって言おうとしたねガって振り返りかいやつがいるちょっとごまかせるかなって思ったけどうんあさみさんちょっと笑ったもんいや押されたんだよねあのいやいやいやイントロにねだって急にあさみさんの音量上がったんだよこういうのもっと思ってやっぱさあのイントロじゃんって入ってくるとさ んかもう血が沸騰しちゃったみたいなさぐらい熱くなっちゃうあの瞬間にそういうのをやりたいよねなんかイントロでねそう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 ねでもあれはイントロキュンではないよねんかキュンだとさミッシングとかさああいう景色真夏の果実とかチちクチュンとかねチちクチュンって。 そうそうだけどこう「ややや」はどっちかっていうとんかんかこう奮い立たせる系よねもうボンジョービもそうだけどそうでんでん本当はね今はね今日ね今日の選曲で実はあのプレイバックパート2ではなく最初ね「フォルテシモ」書けようとしてたんですよだけどこれ。 完全暑つくしいなって思う。もうね、十一<で>時がね、うん、あ、もう熱しかなかったんだよね。だからこれ、あ、でも、ちょっとこれは暑いな。そうそう。ちょっとクールダウンできるような、う<ん笑>まあ、女性の声も必要だなと思って。うん あのモちゃんの選曲になったんですけどね。そうね、ホールデンうイントロ起さちょっとそう。ダダ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 でもすごい上がってくるじゃん。ちょっと拳作るもんね。そうだから拳っていう意味でそれもあのあってこうトンネルズも考えてたの。あああの情けね。そうね。でもやっぱりねあののりさん選曲してたおっちゃんは。 あのウルトラソウルをかけようかなって思ったそうだから最初はもう最後にウルトラソウル持ってこようって思ってたんだけどいろんなパターンを考えて11時代がもう暑いっていうのを分かってたから <laughs> あそうかねもうウルトラソウルから暑くなっちゃうなって思ってて<ー>どうしようかなって思ってた時に。うんうん あのねやっぱ老化と戦ってる人もたくさんいるなと思って、うん、なんかそういうのなかったっけと思ったノリさんの曲あった」とやあんなポップにね「座、うん、骨神経ピンピンとか「小村帰りバンバンなんて歌詞に入れる人いる <laughs> やっぱあれはのりさんじゃなきゃこう歌えない、<laughs> い<ー>このなんかサマにならないもんね。素晴らしいなと思って。でもそうなってくると松本さん作っちゃうからビーズ入れられないなと思って。そうかそういうこと。そうそう,そうそ、うん、まあ別にビーズじゃないかいいんだけど、う,ん、うーんと思いながらなんかこうちょっと女の子の声が確かに入った方がいいなと思って。あ、それでね。そう、シシャモモ入れました。うん、やっぱちょっと暑いって考えるとやっぱ男性中心になっちゃう。 自然に男性中心になっちゃう、ね、そうあとは魂レボリューションも考えたんだよ,そ,だよ、ね、あそれも考えたそうね、うん、でもちょっとかけちゃうかいっぱいかけすぎちゃうから、うん、そうなんですよ魂レボリューションがフォースとかそうそうそうね考えたんだけどね,けどね、うん、でも一発目やあやあや,やできた。いやあやあや,やはどこにも入れれないもうオープニングで絶対にオープニングって思ってたから、うん、それはそうそうなんですよそうなっちゃう やっぱ最後にはサバイブ入れようかなと思っあの <laughs> 曲は名曲だからサバイブいいよね、うん、いやー学園 MC さんいやでももう私入れようカラオケに行きたい熱と戦ってるよ <laughs> もう歌いなくてしょうがないけどさい,い,、ねね、いけないじゃないやっぱかなり密になるしねそ<う>お部屋狭いからね、うん 一人でで行ったとしてもね換気き、ね、なかなかね前の人がどうだったかなんか分かんないからね。うん、でさまたどこまでさあ別にカラオケって疑うわけじゃないけどどこまでこれは除菌をしてくれているんだろうかって。うん 消毒はどこまでしてるとか疑っちゃうともう何もできなくなっちゃうけど、うん、どこも行けなくなっちゃうけどねもうねなんかなか大変なことですだからなるねなるべくエレベーターとかに乗らないようにしてうんで、まあ、ベビーカーがある時はどうしても乗らなきゃいけないけど、うん、なるべくエスカレーターもしくは階段にしようと思って、うん、外とかね、うん、いますけどねまあでもちょっとこうこんなにね感染者が増える前、うん にもう予約していたトラベル、うん、実は先週の土曜日に、うん、えと福島の会津に行きましてお墓参りだったんですけどね <laughs> 時間が <laughs> お墓参りだったんですけど <laughs> まあちょっと先週行かせてもらって、うん、車でね、うん、まあ綺麗だった紅葉が紅葉ねもうねほんと多分見ごろ 終わりぐらいの時期的にそんな感じだったかなそうそうそうやっぱ寒くてやっぱそうなんだ寒かった意外と先週東京は暖かかったもんね土曜日ぐらいもねでもやっぱさすが東北だなと思ったんそうねでもまあ綺麗綺麗よ向こうの向こうの向写真もね見せてもらったけどはっきりしてる色がね色が。 そししてね、すごい美味しい食材であったよ<何>食材というかねあのうまくてしょうがねえっていう <laughs> <の> <laughs> 商品名がねそう、うん、商品名がね、うん、なんかほんとにご飯のお供に、えー、もうほんとこんなにいいのないっていうぐらいおいしいまあしょうがなんだけど、うん、食べた瞬間うまくてしょうがねえって言っちゃうぐらい <laughs> ほんと もうゆ言,言いたい気持ちを抑えられないぐらいのそうあのすっごい美味しくてびっくりしたのを、えー、覚えてます <laughs>